ナンバーアンダーラインアイメンバーの真実、ドラマ出演のリスクとアーティスト活動への全力投球。平野翔の選択、俳優業を後回しにした理由とファンが知るべき真実。地上波ドラマに出演することが、かつては俳優やアーティストにとって大きなステップアップの機会とされていました。しかし、現在のエンターテインメント業界において、特に若手アーティストや俳優にとって、そのリスクはかつてないほど高まっているように感じます。 視聴率のプレッシャー、ネットニュースでの過度な取り上げ、そしてそれによる身体的・精神的負担。これらはすべて、表面的には華やかなステージの裏に隠された過酷な現実です。例えば、ナンバーアイというグループを見てみると、そのメンバーたちは今まさにアーティストとしての夢を追いかけ、その道を全力で進んでいます。彼らが今の活動に全身全霊を注いでいるのは明白であり、 彼らのファンである i l i s としても、その努力を心から応援しています。ドラマ出演や俳優業については、確かに魅力的な選択肢の一つかもしれませんが、ダンスや音楽活動と比較すると、俳優業は年齢を重ねてからでも挑戦しやすい分野であるため、現時点で急いで挑む必要はないでしょう。週刊誌やネットニュースでは、ナンバーアンダーライン愛やそのメンバーである平野翔さんの名前が頻繁に取り上げられています。 しかし、その多くはセンセーショナルな内容であり、彼らや彼らのファンにとっては不快な思いをすることが少なくありません。それにもかかわらず、ILYZ はそうした偽情報に惑わされることなく、常に彼らの真摯な姿勢を信じ続けています。まともなメディアは、彼らの成功を正当に評価し、その才能を適切に報道していますが、残念ながらすべてのメディアがそうであるわけではありません。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、俳優業に挑戦することよりも、今はアーティストとしての活動に集中する時期であると感じています。彼らが現在のステージで輝き続けている姿を見られることが、ファンにとって何よりの幸せであり、彼ら自身もその道を選んで進んでいるのだと思います。すべては彼らのペースとタイミングで進められており、私たちファンはそれを尊重し、待つことができるのです。 彼らのインタビューや SNS 投稿からも、今は俳優業に時間を割く余裕がないことが明らかです。アーティストとして海外を目指し、国内での基盤を固めるために全力を尽くしている彼らにとって、ドラマ出演は今ではなく、将来の選択肢として残しておくべきものです。賞賛はナンバーアンダーラインアイトトベの広告等としてソロ活動も行っており、その資金を集めるためにも、 まずは国内での不動の地位を確立することが重要です。ドラマやバラエティー番組への出演は、確かにファンにとって嬉しい出来事ですが、それが旧ジャニーズ事務所時代のように広く浅く活動する結果になってしまっては、彼らの本来の目標から遠ざかる恐れがあります。彼らは今、アーティストとして学ぶべきことが山ほどあり、そのための時間を確保することが最優先です。短期間で多くのことに挑戦するよりも、 長期的な視野で一つ一つのプロジェクトに集中することで、彼らの才能はさらに磨かれていくでしょう。また、ソロ活動が増える中で、一部のファンから、なぜ平野さんばかりといった声が上がることもありますが、これは非常に残念なことです。ナンバーアンダーライン愛は結成からまだ10ヶ月、楽曲リリースから約8ヶ月という非常に新しいグループであり、彼らはグループとしての認知度を高めるために、 多くのの努力をしているのです世界を目指す彼らにとって、個々の知名度だけでなく、グループ全体としての認知度を上げることが不可欠であり、それには時間がかかることを理解する必要があります。彼らがこれまで選んできた道は、すべて彼ら自身の考えやスキルを考慮した上でのものです。ファンとしては、彼らがその道を信じて進んでいることを支持し、応援し続けることが最も大切なのではないでしょうか。 彼らが夢を叶えるために必要なステップを一つ一つ踏んでいく中で、私たちができることは、その道のりを見守り、応援することです。彼らが今、国内での基盤を固めつつある中で、週刊誌やネットニュースに惑わされることなく、自分たちのペースで活動を続けていくことが求められます。ファンとしては、公式の発表を待ち、彼らが選んだ道を尊重することが大切です。 彼らのアーティストとしての成長を見守りながら、私たちはその道のりを共に歩んでいくべきです。このような時期に、彼らがやりたいことを思いっきり楽しんでいる姿を見ることができるのは、ファンにとって何よりの喜びです。彼らが夢を叶えるために一歩一歩進んでいく姿勢は、私たちにとって大きな励みとなり、その姿を見ていると、私たちもまた、夢を追いかけ続ける勇気をもらえるのです。 今後も彼らの活動を応援し続け、彼らがその夢を実現する日を心から待ち望んでいます。彼らの努力が実を結び、世界で輝くその日まで、私たちは共に歩んでいくことができるのです。彼らの成功を信じて、彼らと共に未来を見据えて進んでいくこと、それがファンとしての最大の喜びであり、使命なのではないでしょうか。最後に、彼らの夢が実現したとき、 私たちはどののよううな感情を抱くのでしょうか。その瞬間を共に迎えることができる喜びを想像しながら、今はただ、彼らの歩む道を見守り続けるのみです。彼らが選んだ道が正しかったと証明される日が来ることを信じて、私たちはこれからも応援し続けます。その日が来たとき、私たちはどんな言葉を彼らに伝えたいのでしょうか。そして、彼らはどのように私たちに依らしてくれるのでしょうか。 それは、未来の私たちに委ねられた大きな問いです。彼らが夢を実現するための道のりは、決して平坦ではないでしょう。多くの困難や試練が待ち受けていることは間違いありません。しかし、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、そのすべてを乗り越える力を持っていると信じています。彼らが今までに見せてきた努力と決意は、その証拠です。彼らが夢を追いかける過程で、 私たちファンができることは、彼らに対する無条件の支持と信頼を持ち続けることです。彼らがどのような選択をし、どの道を進んでいくかにかかわらず、そのすべてを尊重し、彼らの選んだ道が正しいと信じることが大切です。どんな困難が訪れようとも、彼らがその壁を乗り越えていく姿を見守ることが、私たちファンの役割であり、彼らの成功を後押しする最大の力になるでしょう。また 彼らの活動が広がるにつれて、様々な人々からの期待やプレッシャーも増していくことでしょう。それでも、彼らが自分たちのペースで進んでいけるよう、私たちはその後ろ盾となるべきです。彼らが感じるプレッシャーやストレスを軽減し、彼らが全力で取り組むことができる環境を整えることが求められます。そのためには、ファンとしての理解と忍耐が必要不可欠です。ファン同士の支え合いも重要です。 時には意見の違いや、彼らに対するアプローチの違いが生じることもあるかもしれません。しかし、最終的には同じ目標を共有していることを忘れてはいけません。すなわち、ナンバーアンダーライン愛が成功し、彼らの夢が実現することです。私たちファンが一丸となって彼らを支え続けることで、彼らはさらに高みを目指して進んでいくことができるでしょう。彼らの歩みを見守り続ける中で、 私たちもまた多くのことを学ぶ機会を得るでしょう。彼らがどのようにして困難を乗り越え、どのようにして成功をつかみ取るのか。その過程を見ることは、私たち自身の成長にもつながるはずです。彼らの姿勢や努力を手本にして、私たちもまた、自分たちの人生において夢を追い続けることの大切さを再確認できるのではないでしょうか。さらに、彼らが今後どのような道を選ぶにせよ。 そのの道がどれだけ厳しいもも、であっても彼らの背後にには常に私たちファンがいいいいいいるとととうことを忘れないでいててしいと願っています。彼らの成功は彼ら自身の努力の賜物であると同時に私たちファンの応援によって支えられているものでもあります。だからこそ私たちは彼らに対して最大限のサポートを惜しまない覚悟を持ち続けなければなりません。将来的には彼らが俳優業に挑戦することもあるかもしれません。 その時が来れば、私たちは新たな一面を見せる彼らの姿を楽しみにしつつ、また新たな応援の形を考えなければならないでしょう。俳優としての彼らの姿がどのようなものになるのか、それはまだ未知数ですが、確実に言えるのは、彼らがどんな役柄に挑戦しても、その役を完璧に演じきるための努力を惜しまないだろうということです。彼らの未来は、私たちファンの手に入れられています。 私たちの応援が彼らに力を与え、彼らの夢を現実のものにする手助けをするのです。彼らの成功は、私たちファンにとっても大きな誇りであり、その瞬間を共に喜び合うことができるのは、何者にも代えがたい喜びとなるでしょう。この先、どのような困難が待ち受けているかは分かりませんが、彼らがそのすべてを乗り越え、最終的に夢を実現するその日まで、私たちは共に歩んでいくのです。 彼らが選んだ道を信じ、彼らの成長を見守り続けることで、私たちは彼らと共に夢を追い続けることができるのです。彼らの未来が輝かしいものであることを信じて、私たちは今日も彼らを応援し続けます。そして、彼らがその夢を叶えたとき、私たちは胸を張って彼らを誇りに思い、共にその喜びを分かち合うことができるでしょう。それこそが、私たちファンにとっての最大の喜びであり、 彼らへの最大の感謝の気持ちなのです。